こんにちは、おふくろシャイニーです。今日のメニューは炒め物ですね。多分初めてかもしれないです、こういうちゃんとした炒め物っていうのは。はい、 PFC バランスやっぱり大事にしてます、おふくろなんで。そうですね、はい、もう具だけで PFC バランス入れちゃうよっていうのを用意しましたので、はい、まずは鶏もも。あ、ももなんですか。そう、これ油も含めて使いますと。はい、でこれじゃがいも、これ炭水化物、マッシュルームやらブロッコリーやら人参っていうのは、まあミクロ栄養素っていうビタミン、ミネラル、そういったものを期待してます。今日タレを先にね作るんだけど、炒めた後タレ入れるんだけど、でちょっと甘みを出す玉ねぎ、辛みを出す生姜と、ちょニンニク。夏になるんで辛いものがね食べたくなってくると思うんですよ。はい、だ唐辛子入れます。だから夏に向けた炒め物って感じですかね。チーユで今日炒めるんでコクを出してこれでいきますと。わかりました。そうですね、簡単にできますんで。でまずはね、根菜をシリコンスチーマーでもう火入れちゃう。一品でいけちゃうって感じですか。一品で全部いけちゃう。だからこの前豚汁作ったと思うんだけど、あれはほらご飯が必要じゃん。これに関してはもうじゃがいも炭水化物なんで、これでもう OK。これはもやしですか、これ。寄生虫です。でまあじゃがいもやっぱ洗った方がいいですかね。そうですね、はい。今日まあ具はねちょっと存在感ありめというか、もうももをねこれぐらいの大きさにしようと思ってるから、まあ、それに合わせてこんぐらいかな。食べ応えっていうのが大事だと思ってて、具を大きくすることでなんか満足感、それだけで上がってくると思うんで。もちろん食いしん坊のお子さんはねいいですよ。だけどやっぱりちょっと体型気になる、そのインスタやってる女子高生とかはさ、そうですね、気遣ってるでしょ最近。気遣ってると思いますよ。そういう子はだからもうでかくすればいいよ、皮肉なことに。でかくすると小さくなる。そうそうそう、はい、体がね。今日はね半分しか使わないです。もう半分はね次の種目に使う。種目ってなんですか。アンバスか。そうそうそう、次アンバ。こちらね、まあ適当に、あ、服部式の、服部式の、はい、まあ、こうくるくる回すやつね。はい、一番怖いのは服部先生のお姉さんなんだ。そうですか。で、これをチンする間に、まあ、全てやると700ワット10分レッツゴー。どこ向かってやってるんですか。ブロッコリーはね、本来そんな火入れなくていいんですよ。だからもう直接炒めちゃった方がいいと思うんですね。はい、でこういうなんかお皿とかに乗せてさ、運びやすいような食器。お皿というか、まあ、はい。マッシュルームはもうこのまま使うんで切らないです。あ、これ切れてんじゃん。切れてます ねマイク・ベラールドかと思いましたけどね。切れてない。炒め物に関してはやっぱりおすすめのやり方っていうのが、多分フライパンを温めてから、まあ、入れてあげるって感じかな。タラタラ炒めちゃうとね、水分がどんどんこう野菜から逃げてっちゃってベチャっとした仕上がりになっちゃうんで、それだとやっぱり予選落ちだよね。パリッと仕上がらんでいけない。それはボディビルも一緒、チーズ入れますと。若干こう、わかる、もうチーズ溶けるでしょ、すぐ溶けますね。皮面から焼いてあげると。これだけでうまいっすからね。これだけで本当はうまいよ、はい、これ全部食べちゃう。唐辛子、これも、はい、はい、そしたら今度は醤油ベース、そしてあと酢ね、白だしだと。間違える時あるから、まあ、本当はね、もろみ酢がいいよ。もろみ酢、まあ、もろみ酢がいいけど、ちょっと今日はこれでタレ作りとしては、まず醤油ね。今日具が多いからね、ちょっと醤油も多くて、で足りなければ後でもうちょっと足したりとかもできるんで、で生姜に関してはぐちゃぐちゃにしちゃうんで入れちゃう。あとニンニクね、今の状態は生なんだけど、最後炒めた時に煮詰めながら生姜とかニンニクも火入れるんで、変な嫌な辛みは残らない。だからもうこのまま生で最初入れちゃっていいです。でかいね、ニンニク今日。でかいっすね。300円するぐらい、ちょっと高いのに買っちゃったん。高いんですか。でもうめんどくさいからビニールで切っちゃう。ビニールごと、ビニールごと切っちゃう。やっぱね甘くなるんでね、玉ねぎ炒めたら入れると。だからこれは必ず俺は入れます。小学校ぐらいのお子さんがいる人はここにリンゴジュース入れた甘さちょっと出してもいいんだけど、はい、今日はちょっとアダルトに辛いので、アダルトの感じで、はい、アダルト、うん、入れてあげる。で酢も入れちゃう。でも入ってよし、すごくいい匂い。すごくいい匂いですね。これはバーベキューに持ち込んだりする。平気。あ、平気な顔してます。平気でね。平気な顔してね。平気な顔します。炒まってきたでしょ。はい。うわ、うまそう。ちょっと弱火にして、ここからは蒸しながらこうやると。これね。これでも飲食業界でこれ普通のことだから。あ、そうなんですか。そう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 。フライパンとフライパンで挟むんですか。フライパンとフライパンで挟んで。そうなんですね。え、早くないですか。ちょっと早すぎだね。こいつがダラダラしてるから。じゃがいもと人参待ちって感じですか。そう、その間にもう片付けちゃえばいいだけの話なんで、あとは合わせるだけ。まあでも若干最後炒めにする時間があるんで、水分飛ばしながらちょっとあえて、ちょっと完成です。はい、はい、ちょっと待ちって感じですね。待ちをでお願いします。はい、はい、じゃあね10分経ちまして、はい、こんな感じです。もうふにゃ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 ふ
から来たら、はい、量多いんだけど、はい、まあいいよ入れちゃおう。こういう形で、うわーすげえ、結構しんなりしてきたらもうこれ投入で、一旦ここで、ご挨拶、みんなでよろしくお願いしますと仲良くなりましたね。仲良くなってもらうと困るから、はい、カレーを投入します。投入、うわーいい匂い。まあ、生姜とにこれやこと違くないですかあるものしかないから、あるものしかないですね、あるものしかないってなんか哲学です。そうそうそう、はい結構ね、こっからはがっつり煮て炒める感じ。そうすると玉ねぎの辛みも甘くなるし、生姜も角が取れるし、ニンニクも角が取れてくるんで、優しい味になります。それが僕の社員ですはい、で、こんな感じでね、玉ねぎの水分と野菜の水分が今から飛んで、ほぼ煮詰まってきたら、もう一回これなじませてあげて、じゃがいものでんぷんがね、若干あるから、とろみつけなくていいです。片栗粉とか余計なことしせずに、これで完成。じゃがいも炒め、じゃがいもが主役です。じゃがいも主役、じゃがいもが主役です。はい、はい、完成しました。じゃがいものお袋炒めです。すげえ綺麗ですね、色とりどり。一応ね、やっぱり根菜が大事だから、だから根菜を多めに入れてるのと、はい、pH バランスがいいバランスだよっていう、いいバランスですね、美味しいバランスだよっていうところですね。しかもこれじゃがいも結局低カロリーじゃないですか。そうだね、これだけ食っても意外と少ないかもしれないですね、多分400いかないと思う。さっきの鍋全部で500ぐらい。すごいですね、それは。だからまあ、ダイエットもいいよ。はい、そうですね。じゃあいただきます、はい、いい匂い。これはもう、うまいよ。はい、じゃあ大好きなブロッコリーからいいですか。いただきます。あー、めっちゃうまい。うまいでしょ。若干食感残ってる、大丈夫。うん、完璧です。よし、炒め物って意外とシンプルでありながら難しいの。うん、火通したらですもんね。そう、だからむずそう、そういうとこが難しいんだよね、ベチャっとしないようにとかさ。でもソースはね、ちょっともうチートっすねずるいでしょ。これはもう何にでも合いますね。でも余計なもん入れてないから、うん、玉ねぎと、ほんとニンニクと、うん、あれでね、それがすごいですね、うん、で、これやっぱりリンゴジュース入れたらもうちょい甘くなるから。ああ、確かに確かに確かに。こっちの方がいいでしょ。こっちの方がいいです。大人ですね、こっちの方が。うん、何料理って言われても、これもう、なんかなんて言ったらいいか分かんないよね、これ。うん、野菜炒めの部類ですけどね。そう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 。葉野菜とかって難しいの、炒め物で。すごいちっちゃくなっちゃうし、うん、なんか、料理に対して油やたら多いじゃん。ホイコーローとかね。ジャーってなっちゃうけど、はい、こういう根菜を入れると油全然少なくても満足感が得られるので。そういうことか。そう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 。油っていうと、だから、炒めるときに使ったチーユだけか。チーユだけ。はい、で、クックドゥ、やっぱ俺参考にしたんだけど、クックドゥだとタレにもやっぱ油入ってるんだよね、はい。あ、そうですよね。それもいいんだけど、まあ、なるべくシンプルに俺はちょっとタレ作ってみる。はい。あー、じゃがいもですね、うん、すごいよね、じゃがいもってね、うん、基本だよね、料理。電子レンジでほぼ完結ですもんね。そう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 、やっぱり俺もね、なんか意地張って電子レンジ使わないとか思ってた時期もあったけど。そうなんすか。うん、もちろんそれはちゃんと商売で料理やってた時、あー、おしゃれだね、邪道だと思ってたけど、はい、やっぱりいい調理器具なのよ、中から火が通るっていうのは、はい、だからやっぱり家庭だったらやっぱフルに使いたいよね、便利だし、うん、これ茹でちゃうとさ、旨味もやっぱり結局お湯の中に逃げちゃうんで。そっかそっか。で、みんながみんなさ、蒸し器持ってないじゃん。はい、そうです、ね、だからやっぱり電子レンジでいいと思う。人参柔らかい、干してくれますもん。これ10分やるとこんななのよ。すごいですね。そうそうそう。うん、どう、甘い。同じ10分でもさ、ペーストにするのと存在感のとやっぱり違うでしょ。全然違うね、うん、すげえんだよ、野菜って。はい、もも肉ですね。そう、今日はあえてもも肉。あー、やっぱうまいな。うまいでしょ、もも、たまに食うと。そう、我々ってね、ももを普段の生活で食べることもまあないんですよね。そうだね、うん、やっぱちょっと違うわ、うまいわ。まあご飯あってもいいんだけどね、これね。あってもいいですね、うん、ご飯に合うもんね、このタレ絶対めっちゃ合います。だからじゃがいもと人参がなかったら絶対あった方がいいですけど、うん、まあ、あることによってね、もうこれだけでも全然。そうそうそう、うん、もしご飯で食べるならキャベツにして根菜を抜けばいいと思う、うん、バランス的には。でも人参は入れてほしいです。じゃがいもの代わりにキャベツ入れる感じ。あとこんにゃく入れてもうまいですよ。うまそう、うん、うん、やっぱお酢があるから酸味、うん、これから暑い季節とか本当ですね。これはね、本当クックドゥさん本当ありがとうございます、ね、なんか見てみようと思って、うんうん、使わないから俺、そういう調味タレみたいな。まあ使わないでしょ、ね、中根さんね。裏見るとね、あの割とねフレッシュな野菜みたいな入ってんだよ、うんうん、あ、これ俺でも作れるかもって本当にすごいと思います。これこれこれ熱くなってくるじゃん。そうすると俺もトレーニング中によく起こるんだけど、つるんだよね筋肉が。ああ、はいはい、はい、そういう時はその日は絶対に塩分取って、次トレーニングする時にはそうならないように絶対した方がいいと思うので、うんうん、まあ醤油とか味噌とか塩、そういうものはね夏はやっぱり取った方がいいと思う、はい、これは、うん、トレーニーの人は、はい、あ、芋すごいわ、ネットレスマスも。そう、あとね、椎茸を炒め物に使う人いると思うんですけど、マッシュルームにちょっと一回変えてみてくださいと思ってます。
あのね、すぐに火入るし、うまい出汁が出てくれるから、うん、これあの結構炒め物で俺最近重宝してる。椎茸よりもマッシュルームで。めっちゃ合いますもんね。椎茸はもう乾物として食べてるけど、マッシュルームはもうフレッシュな状態で、うん、美味しいでしょ。うまいです。椎茸嫌いな人多いじゃん。そういうとは全く違う風味だね、うん、全然違うんだよ風味が。そうそうそう、うん、あと裏がさ、ひだひだすごいから絡むからすごい、はい、ソースが、はいはい、あともちろんこれは鶏胸でやっても美味しいんで、うん、鶏胸で やればもちろんアスリート向けの食事になると思います。もちろんですね、はい。でも物のほんと10分ちょいでできちゃった。今日めっちゃ早かったですね、うん、炒め物ってやっぱりさっとやんなきゃいけないルールがあるから、煮物と真逆なんだよね。じっくりやっちゃいけない競技なんで、うん、競技です、うん、どっちかっていうと短距離走だよね、はいはい、美味しいですね。食べ応えほんとすごいですね、はい、だから育ち盛りの、ね、お子さんなんて、はい、一瞬反抗期収まると思います。そうですね、一瞬、はい、うん、でももうこれ食べられないって、食べられないよママっつってなる可能性もあるっちゃう。反抗期だったらなる、反抗期だったらなるかもしれないですね、はいはい、というわけでね、まあ、お袋系の料理もねちょこちょこやっていくためにはやっぱり炒め物もねマスターしていきますので、夏に向けてそういうスタミナがつくような料理をやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。やってみます。